まずあの電波組の皆さんから、あの今日こういう会場でですね、あの歌ってみてどうでした？そうですね、あの去年 の、 あの東京ゲームショーでもこうやってあの歌を歌わせさせてもらったんですね。で今年もまた歌えるとは思っていなかったのでとても嬉しかったし、しかもそのファントム・オブ・キルの曲のファントム・オブ・ザ・トゥルースも歌わせていただいて、本当にすごくいい機会を与えてくれてありがとうございました。はい、あの他の皆さんもあの実際にプレイをしてからあの今回の楽曲を今回は歌わせてもらったってことで、あのその歌の歌詞を歌わせてもらいながらそのゲームの一部分が頭の中に浮かんでくるような楽しいライブができたので、すごくちょっと世界観にも入り込めて楽しかったです。じゃあ順番に最上さん。はい、あの個人的にすごい好きな曲だったんですけど、実はあまり歌う機会がなかったのでこういう場でまた歌わせていただけてすごく嬉しかったし楽しかったです。ありがとうございます。あのファントム・オブ・キルでは自分たちのキャラクターも作っていただいたので、あのその自分 の、 そのキャラクターの気持ちをこう思い浮かべながら曲を歌わせていただきました。はい、あの先ほど後ろでちょっと PV とかも流れてたと思うんですけれども、一番最初にこの曲を披露した時はあのコスプレをした後に電波組インクになってっていうことだったので、ちょっと一番最初から電波組インクで登場するっていうのがちょっぴりちょっと恥ずかしいというかドキドキはしました。でもやっぱりこの曲の中に入り込むとあの時のことを思い出してすごく嬉しかったです。ありがとうございます。はい、あの普段の電波組インクのちょっと歌とちょっと雰囲気が違くてかっこよく歌わせていただいているので、私たちもゲームかなりやり込んでいると思うんですけど、それをやりながらもやっぱ流れたりするのですごい楽しんでやらせていただきました。あのおかずクラブのお二人がこう急に入ってきましたけどそうですよね、うん、逆に言うと先に勝手に入ってた感じあったんですけど、私たちからすればね、私たちが出るって分かってるのに、そう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 、もうなんか本当に自分たちは可愛いってちょっと思ってるんじゃないかなってちょっとさっきからすごい感じてて、どう考えてもオカリナの方が可愛いんですよ。その辺どうですか皆さん。そうですね、見ようによってはもがみもがさんにも似てるなって言われることもあるんで、私も髪型、ちょっとね、髪の長さ、髪型ね、そうですね、あごめんなさい、顔の大きさが違うだけですもんね一緒です。ほとんど一日一緒にいたカメラマンさんにも夢見ネムさんにも似てるって言われたことがありましてね、私いてもおかしくないんじゃないかなと思って。確かにモガよりは私よりですよね。そうですね、似てる人がいっぱいいるっていうことで、ね、ですよね、このグループありがとうございます。じゃあモガイさんの似てるってなんかおっしゃってましたけど、はい、どうですか。あの実はあの僕2回目お会いしてるんですけど、はい、前回もすごい可愛かったんで、今回もなんかさっきエイタソちゃんの隣にいらしててあのムービー撮るときに僕たちがずっと手をこうやってやってたのを一緒にやってくださってて、それがすごい可愛いって裏で言ってたんですよ。なんかちょっと上から目線ですよね気のせいかしらオカリナさんどうですか。ありがとうございます。可愛いって言われてますけど、どうです。そうですね、やっぱり私も可愛いって言われることに対しては何も抵抗はないのですごく嬉しく受け取っておりますはい、肉声だね私肉声ですね、ほぼ今日はあのそういう衣装でこう出てこられましたけど、はい、なんでそういう衣装で今日は。話聞いてましただから次回の作品のイメージでね、イメージキャラクターを務めたいよということで、一応ねこれ私たちがタガタメのアルケミストの格好で、相方のオカリナさんが忍びナイトメアの方ですね。私はねあんな感じの声でしたもんね。そういうことです、そういうことです。もう意味もなくただ浮かれ気分で来たわけじゃないんですよ、私たちもこの格好で。結構重たいんですからねこれ思ってるより暑いですし。そうですよね。あじゃあ電波組の皆さん、あのお二人の衣装どうですか。すごい完成度が高いコスプレだなと。めちゃくちゃ似合ってるでしょ私。似合ってます、すごく似合ってます。キングダム出れそうですよね、なんか映画化とかで。ちょっとマジで待ってますちょっと次のね次回作のイメージキャラクターちょっと大久保さんなんかね、あの上の人が大久保さんになっちゃったんでね、ちょっと違う仕事がつながればなと思いますよね。いやもちろんこれもですよ、アルケミストもお願いしますよ。でもなんかさっき楽屋で
お座りになられてるところを見て、なんかちょっと首がちょっと詰まった感じになってて、なんかちょっとな大丈夫かなと思っちゃいました。そうなっちゃうんですよ。そう。重たいし早く脱ぎたいんですけど、でもこのままで出てくれてさっき言われたんで、もうよっぽど気に入ったのかなっていう。そうですね。じゃあ、公認というか電波組の皆さんから次あの大久保さんになるってことなんですけど、その辺どうですか。あ、でも多分電波組インクは、まあ、アイドルとして今日もライブをさせてもらったりとか歌を歌ったりとか、あとファンの人としてのゲームをやってみたりとかっていう、そういう活動ができたんですけど、またちょっと違ったことができるじゃないかね。会長ですからね。そう、会長なので、うん、なんかもっとすごい発言権とかもあるんじゃないですか。なんか福利厚生に力を入れると言ってました。すごい。おかずクラブのお二人、今回残念でしたけど。いや、まだ諦めてないですよ。逆に言うと大久保さんということで女芸人ということでやっぱつながりがあるんで、そこでなんかちょっといい役を回してもらえるんじゃないかなっていうふうには思ってますし、あと今泉さんがちょっと思ったよりイケメンだったんで本当になんか画面通すよりかっこよかったですよね。みんなも思った。それはあれ、うん、うなずいちゃいけないんだ。そっか、事務所的に。はい、え、いたそう。呼ばれちった。いや、結構このアルケミストっていうタイトルがあの錬金術で、そうですよね、錬成する感じなんで、なんかモンスター役とか。いやいやいや、まあ、もうこの際出れたら何でもいいですよ。モンスターでも何でも、モンスターっぽいしね、私たち。ぜひ出させてほしいですよ、本当に。お願いします。今の人女芸人っていうことで大久保さんの名前出たんですけども、はいはい、あのおかずクラブのお二人にお聞きしたいんですけど、あのニッチェの江上さんが、あ、そうですよね、結婚されたということで、昨日結婚なんかあの届け出出されたっていうお話ね、今日ツイッターで上がってましたよね。なんかね、いや羨ましいですよね。もう自然に本当なんて言うんだろうね。でも私たちもちょっと本当に今泉さんをさっきからかっこいいねかっこいいねって本当に思ったよりかっこよくて、外務省ではいい報告ができたらなとは思ってますけどもね。そうです、来年の東京ゲームショウではいい報告ができたらなと思ってますので楽しみにしててください。お二人今そういったお相手とかって、あ、本当に気になってます。それ本当に、すごい、私はねちょっと今ね好きな人いるんですよ。本当ですか。これ誰も別に興味ないでしょ。かわいい、かわいいって何よ、あんたたち。あんた何なのよ。だから上から目線でさ。でも気になります、すごく。本当に。じゃあ後で教えるね。やった。本当かよ。なんて画面から、ね、好きなキャラクターが出てこないとかって気持ち悪いことしか普段言ってないので。本当、なんか楽屋、はい、そう、うるせえなと思って、誰の楽屋だろうと思ったら電波組インクですって言われて、ああ、はい、そうなんだって納得しちゃったよ。すいません。そっかそっか。オカリナさんちょっと聞きます。じゃあお願いします。オカリナさんどうですか、最近気になってる方とかいらっしゃいます。そうですね、この舞台の右端にいる方かな。ね、今日今泉さんっていらっしゃるんですか、彼女。僕いないんですよ。え、今何歳ですか。31になりました。あ、今年31ですか。はい。あ、同い年。本当ですか。おかみやさんと同い年、これ運命ですよ。いや、まあまあいますよね、同い年の人。そんなことないですよ。84年生まれは割と少ないですよ。わ、ちょっとこの後ね、いい感じになるかもしれないですね。ありがとうございます。わー、すごい。なんか新作よりそういうのがなんかニュースになったらやだな。本当ですね、ちょっとごめんなさい、こっちの方はちょっとごめんなさい。そろそろお時間ってことなんで、最後じゃあ今泉さんから PR コメントいただいて。最後、はい、はい、なんていうか、こうすごく魂をかけて作ってきていて、なんかそれがお披露目する機会っていうところで、こういろんなジャンルの人たちにこう花を添えていただいて、すごくありがたい舞台で、まあ最後追い込み、開発の追い込みも含めて頑張って、いいゲームを作って、日本を代表するコンテンツにしていきたいなと思っていますので、頑張ります。頑張ってください。楽しみにしてます。